にちは。島根県立中央病院内分泌内科の四方田です。本日は災害時の糖尿病管理についてお話しします。想像しやすいように災害時を主に3つの期間に分けて考えてみましょう。つまり災害発生から3日目までの超急性期の期間、まだ救護が差し伸べられていないかやっと来るぐらいの時期です。次に災害発生4から7日目の急性期の期間、ようやく救護体制が整ってきた時期になります。最後に災害発生 1,2 ヶ月ぐらいの亜急性期から慢性期の期間です。この時期になると避難所から自宅に戻ったり仮設住宅に入ったりと普段の生活を取り戻そうとする時期になります。時間経過の中で起こる問題は変化していきます。それぞれの時期の注意点を考えましょう。超急性期ではまず自分で生き延びることが大切です。食事についてはエネルギー確保が第一です。災害発生直後は食料が十分に手に入りません。手に入るものや配給されたものは何でも食べるようにしましょう。またトイレに行くのを我慢しようとしてつい水分を控えがちになるので、しっかりと水分補給をしましょう。高齢者の中には、脱水によって命に関わる高血糖である高浸透圧性高血糖症候群を引き起こす可能性もあります。薬についてです。1型糖尿病患者さんは生きていくために絶対にインスリンが必要です。消毒できなくても注射する必要がありますし、新しい注射針が手に入らなくても再使用はやむを得ません。インスリン注射はやめないでください。また飲み薬で治療している患者さんはお薬の種類によって食事が取れなければ服用しないお薬があります。主治医の先生に災害時の薬の飲み方について確認をしておきましょう。もし発熱、下痢、嘔吐が続いたり低血糖、高血糖が続く場合は近くの救護所を探して相談しましょう。ついつい自分よりも重症な人がいると遠慮したり、周りの人に病気を知られたくないという気持ちで相談が遅れることがあります。今お話ししている状況は命に関わる状態ですので、遠慮なく受診するようにしてください。血糖管理についてもう少し詳しくお話しします。災害時に重要なのは良好な血糖コントロールではなく、倒れない程度の血糖管理で問題ありません。高血糖、低血糖による意識障害を防ぎましょう。1型糖尿病患者さんや一部の2型糖尿病患者さんでインスリンが絶対に必要な方がいます。その方は食事が全く取れなくても1日1回の自効型インスリンは絶対にやめてはいけません。また水分補給をしっかり行い、脱水を防ぎましょう。注射針が少ない場合は複数回の使用もやむを得ません。注射前はしっかりと空打ちを行い、針が詰まっていないか確認をしてください。またアルコール弁での消毒も手持ちがなければ省略しても構いません。ただ注射器や針の複数患者での使い回しは感染の危険があり厳禁です。自己血糖測定器があるととても便利です。次に蛍光血糖硬化薬 GLP-1 受容体作動薬についてです。インスリン分泌促進薬、例えばグリメピリドやシュアポストといった薬剤は膵臓に作用し、インスリン分泌を促進させる薬剤です。 SU 薬は作用時間が長く空腹時の低血糖が起こりやすいです。食事摂取が不安定、予測できない場合はあらかじめ通常の半量に減量して内服する、もしくは食事の供給が安定すれば食事量が半量程度なら内服量も半量、3分の1以下の時は中止するといったように、食事量や摂取カロリーに応じて減量するようにしてください。またグリチド薬は作用時間が短いため SU 薬と比較すると低血糖は起こりにくいですが、服用してから食事までの間隔が空かないようにしてください。アルファグルコスターレ阻害薬、例えばボグリボスといった薬剤は低血糖リスクは低いですが、消化器症状の発現頻度が高く、
集団生活では放屁が問題になる可能性があります。中止しても血糖コントロールが大幅に悪化しないと考えられ、中止しても構いません。ビグアダイド薬メトグルコなどは脱水が副作用である乳酸アシドーシスのリスクを高めることが知られており、災害時の生活環境下では下痢や感染なども起こりうるため、体調不良時、水分摂取不良時は休薬することが望ましいとされています。チアゾリジン誘導体ピオグリタゾンについては、副作用として腹腫、心不全があり、災害時は塩分過多の食事が多くなるため、むくんできた場合は速やかに休薬する必要があります。 DPP-4 阻害薬ジャヌビア、エクアなどは食事に応じてインスリン分泌を促進する作用を持ち、食事回数が不規則な状況でも調整の必要が少なく、東日本大震災でも多く使われました。ただし SU 薬との併用では低血糖が報告されており、注意が必要です。 GLP-1 受容体作動薬についても DPP-4 阻害薬と同様です。次に急性期についてです。救護体制が整い、家の片付けなどが始まります。食事の供給量が十分量になると、全部食べるとカロリー過多になる場合があります。周囲に気兼ねして残さず食べるのではなく、必要な量だけ食べることを心がけましょう。そのためには自分の食事についてしっかりと理解しておく必要があり、栄養士の先生と1日のエネルギー量、1回の主食量などを確認しておく必要があります。具体的なカロリー調整方法ですが、各主食にあたる食品がどれくらいのカロリー、炭水化物量になるか確認をしておきましょう。炭水化物量はそれぞれおおよそ、おにぎり1個は 40g、 あんパンは 50g、 クリームパンだと 40g、 カップラーメンは50から 60g になります。商品にも記載がありますのでご確認ください。災害時に供給される食品はインスタント食品やおにぎり、菓子パン、缶詰など炭水化物が中心の食事に偏り、タンパク質、野菜を食べる機会が得られにくいです。ゆっくり噛んで食後の急激な血糖上昇を抑えましょう。また避難所で配給される食事はラーメンなど塩分が多いのが特徴です。減塩を心がけましょう。例えば避難所でカップ麺の残り汁を捨てることが禁止されている場合は、スープの素、お湯を半分に減らすなどして塩分を控えましょう。また水分補給はしっかりと行ってください。運動も重要です。長時間同じ姿勢を続けると血流が悪くなり、足の静脈などに血栓ができて肺などの血管に飛んでしまうエコノミークラス症候群といった命に関わる病気を起こすことがあります。血栓予防のため、できるだけ外に出て散歩をしたり、足の屈伸やストレッチのような運動を心がけましょう。ただ復旧作業のため活動量が増える状況では、低血糖の出現には注意してください。家の片付けが始まると怪我の多い時期になります。作業するときは必ず軍手など手袋をし、避難所では靴下を履きましょう。避難所での集団生活では手洗い、うがい、歯磨き、義肢洗浄など感染予防を心がけましょう。新型コロナウイルス感染が拡大している状況下や、瓦礫によるほこりと風邪予防にはマスクは必須です。最後に慢性期です。自宅に戻ったり仮設住宅に入ったりと環境の変化が激しく、普段の生活を取り戻す期間です。可能な限り医療機関を受診し、糖尿病を見てもらいましょう。食事についてはいつもの食事を心がけ、野菜などでビタミン、食物繊維の補給をしましょう。備蓄食品などによる食中毒や間食にも注意をしましょう。どの時期でも大切なのが水分摂取です。脳梗塞、心筋梗塞の予防のためにもしっかりと水分摂取をしましょう。薬については医療機関を受診し、
インスリンや内服薬の種類を元の治療に戻し、ヘモグロビン A1C による血糖コントロールや合併症の評価を行いましょう。また避難所では塩分の多い食事が続きます。血圧のチェックを行いましょう。積極的に運動も取り入れてください。またこの時期から注意が必要なのがメンタルケアです。うつは糖尿病に合併することが多く、心理的なストレスが強い時期が続きます。おかしいなと思ったら受診をしてください。災害時のそれぞれの時期に応じた対応を行い、糖尿病をできるだけ悪化させないように心がけましょう。ありがとうございました。